東日本大震災から12年半が経過し、被災地の方々の絶え間ないご努力により復興は確実に進展しています。先ほど岩田経産副大臣から発言のあったアルプス処理水の処分については、引き続き安全性の確保に万全を期するとともに、風評影響やなりわい継続に対する不安に対処すべく、たとえ今後数十年の長期にわたろうとも、アルプス処理水の処分が完了するまで政府として全責任を持って取り組んでまいります。帰還困難区域における避難指示解除や避難後の復興も重要な課題です。特定復興再生拠点区域については、本年5月までに6町村で避難指示を解除しました。また拠点区域の外については、本年6月に創設された特定期間居住区域制度に基づき、本日第1号として大熊町、双葉町の計画を認定しました。引き続き解除された区域の復興や残る地域の避難指示の解除に向けて、関係大臣が連携して全力を尽くしてください。本年4月に設立された福島国際研究教育機構 FLAVE についても、創造的復興の中核拠点の体制整備に向け、関係省庁において連携して取り組みを進めてください。その他、本日紹介のあった各省庁における取り組みはしっかりと進めてください。東北の復興なくして日本の再生なし、全閣僚が引き続きこの強い覚悟のもと、被災地の復興に取り組んでください。以上です。